Lady Borden. マレーバとそしてサンチェスの間のこの準決勝女子の今年の US オープンをお送りをしておりますが、ご覧のゲームカウント、そして第1セットは 6-2 とサンチェスが取っております。サンチェスのサービスで第4ゲーム、サービスエースでワンポイント先行しています。経過時間を示しておりますが、46分で現在第2セットの中盤に差し掛かっております。サンチェスは4回戦でジナ・ガリソンを破った時はわずか44分で片付けるという、まあ今チラリと数字も出ましたけれども、一番この女子のトーナメントのシングルスの中では一番短い時間で、まあ井上さん、かつてグラフがやっぱり40分台でガンガンいってね、はい、30分台とかありましたもんね。 ありましたもんね、まあ、そういうのもあったわけですが、相手にしてみればもうちょっと1時間はやりたい気分なんですけどね。ねえ、そしてこの大会でも1回戦でサブジェンコに1セット失ったんですけれども、5試合戦って28ゲームしか失ってないんですね。非常に好調ですね。好調ですね。まあ、セレスがさすがに一番少なくて16ゲームしか失ってませんが、まあ、それに次ぐという失ったゲーム数も非常に少なくこの勝ち上がってまいりました。というチャンスがなかなか見出せませんね。サーティオール、今のアランチャのショットは普通に打ってるように見えるんですけれども、はい、あのバックで打ってるよりかは半テンポ早いんですね、あの打つタイミングが、はい、ですからマニュラーはやはりもう少し早く動かなければならないということになってしまいますので、はい、ああいうショットで揺さぶられてしまいますと、どうしてもマニュラーはあの厳しい試合になってしまいますね、になるんじゃないかと思いますね、今ショットもアウトになりました。アランチャサンチェスキープいたしました。第2セットの第4ゲーム4ラブになりました。ジナ・ガリソンに 6-0 で取ったゲームもあったこのサンチェスですが、ここも4ラブになりましたね。なっちゃいましたね。マレーバ3姉妹の最後の砦という形でこの準決勝へ勝ち上がってまいりました。このマレーバですが、マヌエラですが、追い込まれまして第5ゲームのサービスに入りました。バックハンドストロークエース、
今もどちらかというと、ね、マレーバのそう遠くないところへ球が来てるんですけどもね。はい、そうなんですけれども若干テンポが違うんですね、はい、普通あのベースラインで打ってる時と、はい、あの攻める時のテンポっていうのは若干違うので、はい、わこれも叩いたボールを拾いました。やっとスマッシュで決めました、マレーバ。ゲームの初めの頃と比べますと少し顔つきもぐっと引き締まってまいりました。サンチェス、こちら苦しい状況のマレーバ。クロスコースいいショットが入りましたね。やっとマレーバ苦しいという感じ。しかし、まあ、彼女にしてみれば、はい、あれくらい厳しいところにあれくらい速いテンポで打たなければ、やはりエースは取れないということですので、非常に厳しいですね。そうですね。ようやくポイントを先行しました。マレーバ 30-15。 サンチェスだったんですが、ここはネットいたしまして、さあマレーバこの試合で初めてサービスキープができるかという2つのゲームポイントになりました。グランドスラム、この US オープンまでは準々決勝で11回連続敗れていたんですが、ようやく12回目にして壁を破ってこの準決勝へ進んでまいりました。ゲームポイントのマレーバ。キープいたしました。セカンドセット4-1とサンチェスの3ゲームアップです。で、まあ、マニエラとストローク合戦の中でも、はい、攻撃のチャンスを作るのがやはり、はい、アランちゃんの方が1枚上だったということだと思います ね。これはこの US オープンの期間中また一皮むけるサンチェスを決勝でも何か見せてくれそうなね、思いますね、マニエラ・マレーバに 6-2、6-1 のストレートで圧勝という準決勝決勝戦進出を決めましたアランチャ・サンチェスと、そしてマニエラ・マレーバ、サンチェス圧勝というゲームをお伝えいたしました。